11月11日ポッキーの日ということで、1だからスティック状の食べ物をたくさん作ってみました。でこれが大葉チーズ明太餅春巻きこれが野菜スティック、人参とキュウリで、マヨネーズと味噌ディップ、肉巻きアスパラ、ごぼうのスティックです。もちろんポッキーも買いました。めっちゃ買っちゃって、絶対まあ1日じゃ食べれないけど気分を上げようということで、めっちゃ大量買いさせていただきました。見て見て、綺麗どう、スティックの食べ物かわいい、かわいい、かわいい、うんお腹空いてる？うん、あれが気になる。どれ？あの、ぶっ刺さってるやつ。あ、これ？これ、ごぼうのスティック。あー。わー。乾杯。乾杯。バーポームム何？そっちで読んでんの無理だろバーポポームム、桃と紅茶唯一飲めるやつ。ビールとかハイボールとかレモンサワーもあんまり飲めません。こんな食べてます。どう？どうっていうかキュウリだけど。おいぴよ、おいぴよ、ごぼううまし、ちょっと焦げちゃったな、ごぼう。うまい。これ下味は醤油、みりん、にんにくチューブ。あ、結構ちゃんとつけてんだ。うん、30分ぐらいつける。もうあげ、もう唐揚げみたいな。ん、うわ、ズボンで拭いたな。見てないよ、まだついてる今から再来週ディズニーランドに行くので、トイストーリーを見ながら食べてます。取ってくり。大葉餅チーズ明太春巻き、めっちゃうまい。 ASMR やります、突然の。美味しくないわけないよね。うん、どれが一番好き？これがスリーだろ。まだこれ食べてない。うん、王と別れ。
ちゃった、うん、Hey guys、 皆さんこんにちは、プラトンです。今からブランチを食べたいと思います。ひとしもいます。表参道と外苑前の間にあるずっと気になってたワールドブレックファーストですに行きます。こっち、私が頼んだアメリカのブレックファーストと、ひとしが頼んだイギリスのブレックファースト。完食です。中東の料理って美味しいよね。食べたことない。ギリシャ中東というのは、まあ、地中海料理というか、あの辺あんまり、アクアパッツァとか、そういうと、まあ、イタリアもそうだけど、ヨーロッパの、ヨーロッパからあの中東の方に向けて、うん、こうさ、ここの沿岸沿いの料理ってなんか美味しくない？ちょっと、あんまりギリシャとかトルコとかシリアとか、あとだからレバノンもそう。レバノン今月です。今からカフェに行きます。何だっけ、クレープとか、クレープのクレープとかガレットとか売ってる食べれるお店に向かってます。ね、晩ご飯パスタ食べてもう晩ご飯の話そう、ちょっと本当に遅めで、今もう4時半ぐらいなんだけど、本日初ご飯食べたのにもう晩ご飯のお話してます。今すっごいパスタでなんだろう、さっきあのさ朝ご飯食べたでしょ、うん、朝ご飯だった。キムチはなんかちゃんと朝ご飯だった。よし、昼飯食べるぞみたいなライブがちゃんとあんだ。あ、なるほどね。あ、お昼ご飯のお話か、晩ご飯じゃなくて。あ、まあだからもう時間帯的には晩ご飯。まさかの臨時休業でしたそんなのぞかないで回想的な感じで、あの臨時休業でした。飲み作ったばっかなのに辛いのは。
ノコって子供の時好きだった？うん、好きだった。嫌いだったの？嫌いってことじゃないけど好んで食べなかった。でもなんかいいのさ、うん、キノコの香りとかさ、うん、結構好き。